キです。トイです。なにやれへんやれへん。何や持ってんねん今日。すいませんでした、はい、まあ、今日はね、コレッキーチャンネルっていう、はい、いつも18時にね、ワンピースの情報チャンネルとのコラボ企画をやってるんですよ、はい、だからいつも通りの挨拶なんですよ。なるほど、はい、いつもライオアトゥルーってのが出ますよ。 WCI トイレ。ややこしいややこしい、はい、皆さんまず先言わせてください。コレッキースタジオが本日で1周年を迎えました。おめでとう。1年続いたよ、はい、みんなに支えられてね。そうです。チャンネル登録数が、はい、9万人ぐらいだね。ねえ、ちょっと目標の10万人には届きませんでしたけども、1年間でこんだけ増えたってすごいことじゃない。ありがとうございます。本当に、ね、本当皆さんのおかげでございますね。コイキーさんが離脱せんかったら10万いってたかもしれない。いや、なんか急になんか急になんか罪をつけてくるやん。なんかお前のせいやぞ感を、なんかいいや、そんな言わんでも。はい、コイキーチャンネルって言ったらね、はい、ワンピースのことを取り扱ってるんで、うん、まあ、そのコラボということで、実は今日あのワンピースに対する、まあ、都市伝説をお送りしようと思ってるんですけども、うん、18時の回では本誌を読んでいてワンピース大好きだからこそ見えてくる考察や謎っていうのをまとめたりするんだけど、そうですね、小田先生ってワンピースを作るにあたってたくさんの文献とか、はい、いろんな資料を読み漁って作られてると思うんだよね、うんうんうん、だからもしかしたらこの伝説とかこの記事ってここに生きてるんじゃないのみたいなことあるんですよ。だから今日は、はい、都市伝説よりもねワンピースの情報を皆さんにお届けしようと思うんです。でその中でも、はい、神話がね元ネタとなっている描写が結構多々見受けられるんですよ、ね、はいはいはい、例えば和の国編、はいはい、今絶賛アニメでも配信中ですけども、そうですね、まあ、ストレートにも鬼ヶ島っていう地名が出てきます。うん、さらにメンバーの中に桃之助っていう、うんうん、どっかで聞いたことないですかこの組み合わせって。あ、桃太郎ですね。そう、桃太郎、まあ日本昔話じゃんそれってね、うんうん、まあ、桃之助が桃太郎と仮定すると、はい、主人公のルフィ、まあ、モンキーリルフィって言われるぐらいから、確かに猿で、キジはマルコ、まあ、白ひげ海賊団のね、おうおう、で、キビ団子が出てきて、はいはい、出てきましたね。そうそうそう、まあ、キビキビの実かわかんないけど、おたまちゃんってやつの能力なんだけど、でかなりね、桃太郎の昔話出てくるんだよね。確かに意識されてますね。そう、まあ、鬼はカイドウとするならば、うん、最後鬼を退治して終わるのかっていうのが想像つくじゃないですか。でこの桃太郎っていうのも古事記に出てくる神話が元ネタとなってるんだって、はい、結局日本昔話も古事記の中に出てくるものも多用されているみたいなね、はいはいはい、他にも黒住オロチやキザルの天の村雲なども日本神話から取られている、うんうんうん、そうですね。ギリシャ神話と古代兵器の謎、神話といえばギリシャ神話ですよね。まあもう代表的ですよね、うん、有名な神様でいうとゼウス、ヘラ、ハデスですよね。まあ確かに、まあパズドラやっている方はちょっとお世話になった人多いんじゃないですかこの辺。あ、パズドラに限らずね、ゲームとかアニメの敵につけられがちですよね。つけられがちよね。ディズニー作品ヘラクレスでもめちゃくちゃ有名ですよね。そんなギリシャ神話、ワンピースの世界でも様々なところに登場します。まずはコレッキーチャンネルでも以前紹介した古代兵器について、ビビやナミも深く関わっているとされていますけどね。ほうほう、ポセイドン、プルトン、ウラヌス、うん、この三大兵器も世界を滅亡させれる能力を回るとされている。そうですね、ワンピースの世界でこの古代兵器も神の名前なんだけども、うん、ポセイドン、その正体は竜宮王国の白星姫だったわけだよね、うん、そう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 、世界を海に沈めることができるとも言われるポセイドン、海王類を自由に操ることができる、うん、まあ、その力はもう海に関連する能力じゃんね。まあそうですね。そう、実際にギリシャ神話でもポセイドンっていうのは海の神と言われてます。うん、海神様ですね。はい、トライデントと呼ばれる三叉の槍、まあ、持ってるのが有名なんだけども、はいはいはい、これ実際に魚人島でも、ネプチューンとかね、あの三兄弟とか持ってましたもんね。そうね、こう槍みたいな、そう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 、これリトルマーメイドとか見た人も分かるんじゃない、トリトンのね。ああ、確かに、あれのトライデントやもんね。はいはいはい。そう思うと、うん、ワンピースのポセイドンってギリシャ神話のポセイドンとすごい類似したことがあって、うん、じゃあ他のウラヌス、プルトンっていうのも同じように関連してるんじゃないのって、まあ、予想はできるわけよ。あ、そうですね、うん、クロコダイルの言葉によると、うん、島一つ消し飛ばしてしまうほどの破壊力を持つ造船史上最悪の戦艦プルトンというふうに説明されてますね。そうですね。ギリシャ神話ではハデスっていう名前も呼ばれてるんだって、プルトンって。そう、あの有名な冥府っていうものだよね。はいはいはい、はいはい、これも死後の世界っていうこと、うんうん、メイドの土産とか、そのメイド、冥府、なるほどなるほど、それと同じね。まあ、冥府っていうのは地下の世界っていうふうに言われてるんだって。うん、アラバスタの地下に隠されているっていう意味では、なるほど、設定が合致してるんだよね。
じゃあもうやっぱあるんですね、アラバスタの下にはね、ある可能性がますます信憑性を増してきますね。うーん、他にはワンピースの世界ではプルトの設計図を見た若き日のフランキーたちは、うん、人間には作れないって発言するんだよ。うん、もしかすると人知を超えた力により何らかの形で死者を乗せる船なのかもしれないと。あねえ、だってフランキーとかさ、トムさんなんかもう一流の船大工やん。それで思ってしても作れないんだよ。ってことはやっぱ何かしらのね、人知を超えた能力が備わってなかったら作れない、再現できないんじゃないかと。その他にも神話の中でハデスは隠れ兜と呼ばれる、被ると周囲から感知されなくなるという神技を持ってるんだって。へー、そう、それにちなんで周囲からは見えない戦艦っていうことがちょっと予想できちゃう。めちゃくちゃ強いですよ。めちゃくちゃ強いよな。最後にウラヌス、まだ名前のみ明かされてるだけなんだけども、そうですね、謎だよね、正体もね、今ね。ギリシャ神話の世界では実はウラヌスはポセイドンやハデスよりも先に生まれたとされています。はいはいはい、はいはい、だからより高位の位置なんだって。なるほど。どれくらいすごいかというと、これすごいよ、うんうん、全宇宙を最初に滑った原初の神々の王と言われてるんだって。すごい、ポケモンもこんなんあったよね。アルセウスのことですね。そうそうそう、はいはい、だからすごいんやろ。だからすごいっす。ギリシャ神話では天を意味していると。ほう、はい、天空の神様でもあります。なるほど。とにかく巨大な体を持ち、銀河に身をまとっている、うん、ということなんですね。とにかくスケールが大きいってことを言われてますよね。もしかしたら古代兵器は3種類が並列しているのではなく、ウラヌスが親玉的存在だったのと。あ、なるほど。すごいことだよね。なるほど。御三家と思ってたのが実は1個だけズバ抜けとったみたいな。そう、ズバ抜けてて2つを従えてる、はいはい、もしくは三位一体ってこともあるように3個で1個のものに合体するとか。おー、えぐいよね。確かにありますよね、うん、まあ鋭い方はもう気づいてると思うんですけども、うん、まあ、ポセイドンが海、はい、プルトンが陸、ウラヌスが天空と考えたら、はいはい、陸海空全部揃うっていうことだよね。おー、全てを制するんですね。そう、うん、でこのことからポセイドンは魚人族が、うん、プルトンは地上に住む人々なんか、うん、ウラヌスは空島の人々が、まあ、手にするんじゃないかみたいなことを、まあ、予想されがちではあるんですね。なるほどなるほど、うん、よく言われるんだけども、空白の100年にそれらを使った戦争が起きたんじゃないかと、それで勝利したのが今の世界政府なんじゃないかみたいな考察もよくされます。うそうですよね。プルトンは本当にアラバスタの地下にあるんでしょうか、うんうん、ウラヌスは天空にある空島なんでしょうか、うんうん、誰が今所有しているのか、本当に本編中に出てくるのか、うん、謎は深まるばかりですが、皆さんどう思いますか。うん、続いて、はい、北欧神話と巨人族の関係。おお、北欧ですか今度は。そうです。北欧神話とワンピースの関係についてお話ししていくんですけども、はい、北欧神話といえばオーディンにフェンリル、ラグナロクと、うん、なんかもう FF 感満載の名前なんですけど、今度はね、その他に進撃の巨人にも北欧神話をモデルにしている部分がまあ多いとされていまして、まあ、結構いろんな漫画が影響を受けてますよね。そう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 、うん、そしてワンピースの世界でも巨人族と深く関係があると言われております。うんうんうん、スリラーバーク編に登場した魔人覚えてる？ああ、オーズですか。そう、オーズ、この国引きオーズって言われるぐらいクソでかい、まあ、巨人族なんですけども、はい、古代の巨人族で500年前に生きていた人物とされていて、そうですね、ワンピースではゾンビとして登場しました。うん、北欧神話にもオーズという神様が存在します。うん、その名前は劇場を意味し、強く激しい感情を持つ神様とされていたらしいんだよね。うん、でも目立ったエピソードとかなくて常に名前だけ登場するんだって。あー、じゃあ結構謎なんですね、オーズは。 それもね、どういうことかっていうと、うん、奥さんの方がめっちゃ有名なんやって。へー、そう、女神フレイヤ。あー、有名ですね。そう、生と死、愛情と戦いなどを司る美しくも力のある神様というふうに言われてるんですけども、うんうんうん、神話の中ではオーズの妻フレイヤはと紹介されて物語が始まったりするんだって。なるほど。そう、一方オーズの名前が出てくるのはいつも奥さんの紹介の時だけと。謎、ちょっと残念すぎると。ただワンピースでもまだ謎が残るオーズの存在、わざわざこのオーズという名前をつけたあたりには、うん、もしかしたらこのオーズの奥さんが登場するのかもみたいな。なるほど。もうちょっと考えられる。はい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 、ありえますね。ね、またオーズって言ったら先ほども言ったように国引きっていう、まあ、異名がついてるんですけども、うん、この国引き伝説も北欧神話に存在します。ほう、女神ゲフィオンという神様が巨人との間に設けた4人の息子を牛に変え大地を海の方に運ばせたという伝説が残されてるんだって。
もうめちゃくちゃの話やけどね。まあ牛に変えられたくないね。そうそう、まあ神話でもカオスの作品が多いからね。まあそうですね。そしてこのゲフィオンという名前はフレイヤの別名とも考えられてるそうなんだって。フレイヤすごいな。すごいよね。クニリキオーズはフレイヤとオーズを融合した存在なのかもしれないと。なるほど、うん、ちなみに女神フレイヤの双子のお兄さん、うん、フレイの妻の名前はゲルズ、うん、ワンピースにも、うん、新巨兵海賊団の戦意を務める巨人族の女性ゲルズが登場する。出てきましたね。誰も覚えてないと思うけどね。そうそう、覚えてないと思うんだけど絶対に参考にはしてるってことは分かるよね、まあ、確かに。こんな偶然の位置ないはずだから。確かに確かに。神話のゲルズも巨人で、うん、なんとこの世で最も美しい女性として描かれてるんだって。そしてゲルズの幼なじみハイルディンがマッハバイスを倒した技、はい、グングニル覚えてるかな。はい、これもおなじみ。北欧神話の頂点に君臨するオーディンが持つとされる槍がグングニルなんだって。へえ、すごいよね。もしかするとハイルディンのディンはオーディンから来てるのかもしれないと。なるほど、なりますね。はい、そして最後、はい、旧約聖書と木ですね、うん、ユダヤ教やキリスト教の聖典とされている旧約聖書、うん、ですご存知ですよね、うん、はい、神様による天地創造が書かれています、うん、はい、神に似た人間として創造されたのがこちらアダムとイブですよね、うん、2人はエデンの園という楽園で生活してるんだけども、はい、そこには生命の木と知識の木って2つ木があるんだけども、うん、アダムとイブ2種類の木、これワンピースたくさん読んでる人だったらすぐ気づくよね。まあそうですよね。宝珠アダムと幼珠イブなんだよね。宝珠アダムっていうのは世界にたった数本しかないという生命力にあふれる最強の木であり、造船の材料としてはこの上ない代物になると、うん、まあ今ルフィたちが乗ってるサウザンドサニー号もこの木でできてるんだけどね。そうですね。一方幼珠イブの方なんだけども、うん、魚人島のネプチューン曰く、うん、海底1万メートルまで根を生やす大木で地上の光を海底まで送っているのだと言われてます。すごいよねこれもね。いやすごい気ですよね。そうで、ここから考えるとワンピースの世界で最も謎とされる悪魔の実の存在ね、うん、悪魔の実っていうぐらいだからどっかの気になってるわけや、ね、うん、じゃあ幼獣イブアダム、ここから実はなってるんじゃないのっていうふうに、まあ、昔からまあ言われてるわけ、ね、確かに確かに。まあ、そもそもね禁断の果実を手にしたみたいな話ですもんね。そうそう、それも悪魔の実って読み解くこともできるよね。まあね、うん、実は樹木にもオスとメスってあるの知ってる？イチョウや金木犀、はい、マタタビなど受粉することでメスの木に実がなるんだよね。はいはいはい。アダムがオスの木、イブがメスの木とするならば、そこに実るのが悪魔の実なんじゃないかみたいな。へまあ、そういう噂ね、あくまでもね、はいはいはい、そしてアダムとイブに加えて、うん、約束の船ノア、魚人島のね有名なでっかい船なんだけど、うん、もう旧約聖書のネタになってるんだって。あ、まあそうですね。ね、もう有名だよね、うん、神話の中ではノアの箱舟っていう名前に登場します、うん、まあ、実際箱舟ノアですからもう一緒ですよね。ジャモンも言ってるからね、ネプチューンもね、うん、まあ、神の怒りによって起こした40日間の大洪水、うんうん、まあ、そこで活躍したのが、まあ、ノアの箱舟になるわけだけども、はい、そこで今人間とか動物とか、うん、それに乗れた人間だけが助かった、うんうんうん、まあ、されると巨船ノアに乗れた人間だけが助かるみたいな、あ、生物だけが助かるって考えたら、はい、どうなんだろうね。もし青の星、まあ、地球って言わないよねワンピースは、うん、まあ、青の星って言われてるんだけど、うんうん、その地球上で、まあ、大洪水に変わる何か天変地異とか古代兵器を使った戦争とか起こった時に、うん、巨船ノアに乗ってなんか宇宙に出て月へ行くみたいなことも壮大にまあ考えられるストーリーです。そうですよね。そうだからもう北欧神話とか日本の古事記とか旧約聖書とかいろんなところの物語のところをかいつまんで参考にしてるのは、まあ、これで証明できます。確かにそうですね。なんて言った今。確かにそうですね。一番ちょっと伝説に残る髪型じゃない。あらら、そこだそこだ。はい、というわけで今日のワンピースに関する都市伝説はいかがでしたでしょうか。うん、怖いっていうよりも、あ、そういう楽しみ方もあるんだ、そういう見方もあるんだっていう、うんうん、まあ、参考なる回じゃなかったですか。そうですね、はい、はい、というわけで本日の鳥肌スコアは0 BG 0。え、今日飽きたんや今日。本日の鳥肌ポイントは禁断の果実アークマの実。それではせよ、まあ、ダイエット中に食べてるラーメンも禁断の果実やろな。31回も PTV を誘拐しております。大誘拐犯かな。めちゃくちゃ誘拐するし、めちゃくちゃダッシュされるっていうね。そうっすね。誘拐した方法がとんでもない方法だったんですね。ほう、キノコ情報と天空へ浮遊させて連れていくというラピュタですね。